知ってるね。高岡崎です。今日は、みんながあまりにも 3COINS 面白い面白いって絶対行ったらいいっていうので、初めて 3COINS に行ってみました。こちらは 3COINS 原宿本店さんの、営業前にちょっと見てもいいよっていうことなので山盛り買ってみたいと思います。特にイメージをしてたわけでもないんだけど、ほら昔の100円ショップとは違うんだ。もう少しこうデザインもおしゃれで、そうだよね、はい、昔のほら100円ショップってもうちょっとなんていうの雑然としてて、なんていうんだろう、こういうカラフルなおしゃれな感じではなかったでしょ。私が知ってるやつは随分300円ずつ小分けにしか持ってこなかったんだけど、逆に小分けに300円、キープロックに入れて。あ、本当ですか。本当そうでしょ。びっくりした。あ、私これ買う、これ欲しかったの、このパロサント。これね、最近お家で炊いてるの、このパロサント。はいはい、あ、ここに書いてあるけど、リラックス効果、パロサントっていう木なんだと思うんだけど、はい、そのこれ持ってなかったの、立てるスタンドとか。そう、適当なものでやってたんだけど、これをね普通に買おうと思ったらね、はい、3000円とかしてて高いなって思って、これ買う、私これ買うよ。これ持ってるのいっぱいお家にね。でこれもほら電池のやつじゃない、これいっぱい持ってるんだけど、さらにこういうのに入れたらおしゃれ感が増すね。はい、ちょっと楽しくなってきた。これいいじゃない。で肩が焼けないように UV カットの、手だけだとずり落ちてきちゃうのよ、はいはい、まあ、それがこうやって肩まで入ってれば、あ、ずり落ちてこない、ずり落ちないって書いてある。首はなんだかんだ焼けますもんね、うん、すごい焼けるよ。ラーメン売ってるよ。この食器かわいいですよね。これ何、あ、プラスチックじゃない、ちゃんとしてる。レンジも対応、レンジも対応してる、うん、食洗機にも入れられる、え、これいい ね、かわいいですね、うん、セットでこういろいろあるから、かわいいよね、揃えて買うとすごい。へえ、セットってやっぱりここまでですよね。もちろんもちろん。ジョッキもいいですよね。いいね。ジョッキはね、重いからね。あ、見て、これ必要じゃない？親指ここ押さえるやつ。今重いって言ったじゃない？はい、だ女子はやっぱりこれでこうやって持ってると重いの。これで支えると、おーっと。ねえ、すごいね。大変食べ物ですね。広い店舗だと食べ物も置いてるところもある。あ、ほんと、て見て、美味しそう。イワシの山椒、よくある。これはどういう意味、 50% オフは何、これの 50% オフってことかな、まさかの。どうですかね、あれですかね、賞味期限とかしたことか、そういうことなのですね。めちゃめちゃお得ですね。そうしたらねえねえ、こういうのさ、普通にさ、はい、高級なコンビ、高級なちょっとしたスーパーとかに売ってるじゃない。ありますね。こんな値段じゃないってこと。もっと高かったですよ。そうだよね。結構そうですよね。高いイメージあるんで、うん、美味しいですよね、これ。お得なんだね。可愛いじゃない。あ、いいですね。あったかいのも冷たいのもいってる。皮があるってことは。ちょっとこれはね、どうしても何にしても見えないよ。これいいね。取れるのね、きっと。うんうん。取れる。これいいな。今みんな家の家族が、あの、こういうさ、いろんなのを、暑いから、うん、一年中氷を入れて好きな麦茶でも水でも持って歩いてるんだけど、これさ、2週って
なそう。ああ。いちいちポスター引かなくても。はいはいはい。取れ良さそう。冷凍モーブもだって。これはいい。タッパー大好き。冷蔵庫の中に残ったものとか全部きれいに入るじゃない？タッパーに入れて、いろんな大きさのタッパーすごい。結構お家にはあるんですか？ある、いっぱいある。でもうち家族が大きいから、多いからすぐ足りなくなっちゃう。でも冷蔵庫ザーッと入ってすぐ足りない。おにぎりで。これは何だろう、シリコンフードバッグ、ジプロックの代わりってことだ。あ、すごい、冷凍保存できる。これ綺麗に下が閉まって、へー、これも良さそう。あ、見て、レンジ、これでこうやって持てばいいんだって、ちょっと思ったそんなじゃなくてもいいような気がするけど、ちょっと進まなくなっちゃう。みじん切りバサミだって、ネギザク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 って、すごい、すごいよね。歯がいっぱいついてるんですね。うん、やっぱ調理道具とか好きですか？見るの。こうやって見ると、あ、こんな便利なのがあるんだ、買えばいいじゃんと。だからさ、私料理してる時、あの目分量で全部やってるじゃない？ないから。こういうの。持っていないから、目分量でやるしかなくてっていうことなのね。もしかしたらこういうのを買ったら、こういうのとか、レシピ見て80ミリかって言って、こうやってきっとやるよね。あら、コスメもあるよ。あ、私これ買っていこう。コスメが大好きで、ネイルとか。新調しようか。3コインズで。ねえ、何これ。え、だからこれもさっきのさ、ハサミと一緒でさ、一気にうガチンってやったら、もうこのウェーブができるってことでしょ。すごい。本当はさ、これ1本でさ、くるくるやっていかなきゃいけないんだけど、これでパチンってできちゃうんだ。エアアクセ、
して、して全部に一つ一つポジティブになるようなワードが匂い別に書いてあります、うん、カルノスマネーと書いてあります。どんな匂いなんですか。本当だ、これ何の匂いなの。アロマチックチー、6番ですか、うん、6番は少し酸味のある人らしで後味ではないアロマティックな爽やかな香りです。カルノスマネー爽やか、爽やか、シトラス系です。シトラス系、あ、こうやって使うやつだ。あ、そうです、ね、なんて言うんでしたっけ、リフューザー。リフューザーです、あ、これはこの、これなんていうの、こうセットになってる、はい、これは何の香り。4番ですか、うん、に溶け込みやすいフローラル系で甘い香りの中に石鹸のフレッシュさを感じる香りとなっています。結構人気です。一番人気だったかもしれないです。あ、ほんと、はい、なんか今ちなみにこれはおいくらなの。そうなのよ、さっきからなんでだっていう話をずっとしてて、だん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 歩いてったら、あれ2000円だよとか、あれ私300円しか持ってきてんな、小分けにした300円しか持ってないのにって言ってたの。おすすめだからこれ買う出たみたいな。雰囲気がある。この値段って思われてもいいんだけど、え、でも可愛いね。これはカバ印のカバシマ評価。可愛いね。このカバちゃんも可愛いじゃん。入ってきた時と私違う。全然テンションで。テンションが。どうしようかと思いましたけども。どうも本当にすいませんでした。こんだけ可愛いのがあったら娘たちも。今度そこに行こうよって言ったら、うんうんって言うかもしれないようなものを変えたと思わない。あー楽しかった。どうも。
ありがとう。皆さん